8周年っていうね大事なお店の誕生日なんで、みんなで楽しんで盛り上げていきましょう。一番大事なイベントだと思うんで、何恥じないように職業イケメンとして、エアーグループを代表して、大阪今日一日最高に盛り上げていきましょう。南で一番のお店にやっぱりしていきたいなと思ってます。ありがとう。これもどんどんもっと盛り上げていきましょう。お願いします。8周年を迎えるエアー大阪周年祭、アンダーの子から関東の子まで全員、盛り上げてくれて、すごい頼もしい背中を見たなって感じがします。でもヒーローズに負けないぐらいの勢いだなと思って、エアー大阪に入っていろいろ僕も変わったところがあったんで、まあ、感謝の日かなっていう。セガシェイみなみ一盛り上がった激動の一日に密着した。大盛況で幕を開けたエアー大阪8周年祭はみなみ一の盛り上がりを見せていた。エアー8周年ってことで、僕はね決めてるんですけど、ずっとオープニングから頑張ってきて、まあ人もたくさん入れ替わりましたけど、今は一番最高なメンバーと思うんで、これからはもうエアー大阪、僕もできることはかけながらするんで、みんなで頑張ってエアー大阪盛り上げてください。お願いします。ありがとうございます。そうですね、まあ、姫様とはもう 5ヶ月ぐらい DM でやってさせてもらってるんですけど、そろそろ LINE 交換してほしいのと、今日煽られるって心配したんですけど、今日はもう煽らず楽しんでいこうかなと思ってるんで、途中で帰らずにね、最後までいてください。よいしょ。よいしょ。店内の勢いは収まらず、1分1秒が勝負の中、息つく間もなく駆け回る男たち。よいしょ。ひろゆきか。よいしょ。よし、いけ。最高潮ですね。入店してどれくらいで。入店して今で9ヶ月ぐらいなんですけど、周年祭は初めて。ワクワクと。でも楽しみの部分も多いし、緊張もすごいし、盛り上げていくぞ。姫様曰くもうちょっといけるらしいんですけど、まあここで収まったのは僕の実力不足と努力不足なので、これからもっとホストとして精進します。ありがとうございます。はい、精進ありがとうございます。ありがとうございます。いや、姫さんにはいつもイベントあるごとに来てもらって、いつも顔立ててもらって、ほんまに最高の姫さんやから、今後も大切にしていきたいし、これからもよろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。入店して今ちょうど1年ちょいかな、1ヶ月ぐらいだった。去年の周年祭も結構盛り上がってたんですけど、今年の方が
っちゃ盛り上がってる感あるんで、正直エア大阪これからどんどん伸びていくお店かなと思うから、これからも頑張っていきたいと思います。好きなところだけだけだ、顔顔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 僕がね、こうやって看護サーラーになって関わりきれてるのもほんまに今姫様がやってるからこそここまでね、輝けるのかなと思うんで、ホストしてる限りこれからも僕のことを応援してください。よいしょ、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 イベントでね顔を立ててくれて本当にありがとうございますね。姫はね日頃からお仕事をめっちゃ頑張ってるんですけど、それもね、僕のためを思って僕のねことを応援しようとしてくれてやってくれてることなんで、僕はねそういうね姫が大好きなんで、はい、これからも横におって一緒にねなんか楽しんでいけたらいいと思ってるんで、まあ、とりあえず8月もありますけれども全力で楽しんでいってください。僕選んで間違いないし、もう後悔させないんで、これからもよろしくお願いします。いやー、周年おめでとう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、リン君がいる人だよとか言ってくれるんですけど、僕は逆で姫がいるから僕は頑張れてるし、なんか頑張り屋さんやから、じゃあその頑張ってる姿を見てるから俺ももっと頑張らないといけないなって思ってるんで、まあ、それはほんまに指名してもらってっていうか、それ以前に出会ってくれてありがとうって。南一の盛り上がりを見せるエアー大阪、ここからさらなる盛り上がりを見せていく。経験者、未経験者問わず従業員募集しております。イケメンに磨きをかけて女の子にモテること間違いなし。ホストをやるならこれ以上の感じはありません。ご応募お待ちしてます。イエーイ。